リヒテナウは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファー連州、デトモルト行政管区のパーダーボルン郡に属す市で、ビューレナーラントに位置している。リヒテナウは、トイトブルクの森、エッケ山地自然公園の南部に位置している。地域の大部分は、パーダーボルン高地に属し、市の北部は、ゾラートフェルト、東の辺ン部は、エッケ山地にあたる。市内を、 アルテナウ川の支流であるザウアー川が流れている。市内の最低地点はヘングラルン近郊の海抜179メートル。最高地点はブランケンドーで廃止の1キロメートル北西に位置するシュネーフェルダーベルクの海抜407メートルである。地域の平均高度は海抜約250メートルである。地域の地盤は主に白亜気候期の石灰岩と、 ドロハイ岩で構成されている。これらは白秋前期の砂岩の上を覆っている。西部は石灰質の岩からなるパーダーボルン高地であるが、これは西に向かってわずかに傾斜している。岩の硬さに違いがあるため、風化によりケスタが形成される。ここはドライバレーやシンクホールといったこの地形に典型的な特徴を呈している。香水は 割れ目の多い石灰岩に速やかに浸透し、地中深くで一部の岩を溶かす。こうして洞窟が形成され、陥没が起こる。クライネンベルク近くでは、中世代初めの分太島の地層が、強度から露出している。越化産地では、作り山活動によって、岩が動かされ、傾斜した地界が分離されている。氷河時代の堆積物として、迷子石や黄土が、時々見られる。 リヒテナウ付近の緩やかに波打つ高地は、ゾラートフェルト、または、デュレスフェルトと呼ばれ、この名前から想像される通り、表層の水分が乏しい土地である。エッケ山地の割れ目の多い砂岩から流出する小川、すなわちエラーバッハ川、シュミットバッサー川、ザワー川は、枯れていることが珍しくなく、夏季だけでなく、短い区間を流れては再び枯れている。水は、 白亜紀後期のカルスト化した石灰岩に浸透し、地下水路を流れて、2から3日後にボルヒエニアパーダーボルンのカルスト水源で再び地上に現れる。本市の多くの集落が白亜紀前期の砂岩の地層から採取したクライネンベルク浄水場及びヘルブラムブー浄水場の水を飲料水としている。風前、アッテルン、ヘングラルンでは 白亜気候機の石灰岩を通ったビンデボルーン、浄水場から飲料水を得ている。ブランケンドーデでは、深さ123メートルのボーリングにより、ブンター島中期の岩層から飲料水を採取している。豊かに産出される岩や土、特に砂岩、石灰岩、泥ハイヤは、かつて家やナヤの建設、街道や路地の敷設に利用されたが、現在では利用されていない。 1927年までは、ブランケンドーでの南のブライクーレン鉱山で、騎亜鉛鉱の露天掘りが行われていた。現在でも1万5000トンの亜鉛埋蔵量が見込まれているが、経済的な意義は失われている。リヒテナウの地熱分布図地域西部の傾斜台地には、しばしば温土が混ざった粘土質の褐色土が表層に広がっている。ここは、 乾燥被害の危険性が高いにもかかわらず、主に濃厚に利用されている。ほとんど表土に至るまで石灰岩の急斜面や丸い山頂の上には表面が粘土質で石の多いレンジナが形成されているが、しばしば内装が粘土質でシルトの多い褐色土や赤色土もある。侵食された腐葉土に富んだ土壌からなる宝石土はドライバレーに集中している。一方、 アルテナウ川やその支流であるグライエ川が形成した川谷は牧草地などの緑地として利用されている。地域北東部は主に内装が粘土質で塩基に乏しい、シルトを含んだオードからなる褐色土が占めており、林業に利用されている。南東部は小さな範囲ごとに多彩に土壌が変化する。一部に自然保護文化財に指定されている低層湿原がある。 リヒテナウは、地熱ゾンデによる地熱源やヒートポンプによる地熱採取については、おおむね、良好、高地部分では極めて良好な状態にある。一部には不良な箇所もある。グローセラントゲマインドに位置づけられる、本市の面積は192.57平方キロメートルである。市の大部分は森林と農業用地で、両者を合わせると、 全市域の約91.7%を占める。南北の最大幅は約 19.1km、東西のそれは約 19.6km である。リヒテナウシは東から時計回りにバートドリーブルク、ビレバートエッセン、バールブルク、バートビューネンベルク、ボルヒエン、パーダーボルン、アルテンベインと境を接している。 以下の表の人口は2014年12月31日現在の数値である。本表の数値はリヒテナウシの調査によるものであり、ノルトベストファーレン州統計局によるコモエアナルプロファルの数値と一致しません。また、全種の値が各種区の値の合計と一致しておりませんが、ウェブサイトに表示のまま記載しています。アルテンベェケンは 中央ヨーロッパの穏やかな気候圏のアタイ西洋海洋性気候に属している。冬季は大西洋の影響でおおむね穏やかであり、夏季はかなり暑い。年間平均気温は約7摂氏八8度であるが、高度の違いによってかなり細かい中間的な気候に区分される。アタイ西洋性海岸気候によって年間を通じて比較的均一に降水のある、湿潤な気候である。 ただし、降水量も細かな中間的気候分類によって異なる。リヒテナウ地区から約9キロメートルに位置するブランケンドーで速攻所の7月の長期、平均降水量はリヒテナウのそれよりもわずかに少ない。リヒテナウを描いた1665年の絵画、リヒテナウ氏はその創設からパーダーボルン市教の世俗領に属していた。1273年に、 現行の教区協会が建設された。建設が始まったのは1233年以前であった。1326年2月5日、リヒテナウ市と現在は本市に統合されているクライネンベルク市中世のブランケンドーデ市が初めて記録された。これらの都市はパーダーボルン市教によってバルデック博に対する領土防衛のために建設された。 14世紀からは新生ローマ帝国内にパーダーボルン市教領が設けられ、16世紀以降はニーダーライン・ベスト・ファーレン帝国クライスに属した。本市の創設期は中世後期の騒乱とフェーデに関連している。1キロメートル北にあったケルクドルフ教区が騒乱で破壊された際に、その守護聖人である聖キリアンがリヒテナウ教区教会に移された。周辺の住民たちは、 新たに防御を固めた司教の白リヒテナウ城の周辺に住み着いた。1394年、ベンゲラー・フェーデの際この町は包囲された。包囲戦は失敗に終わったが火を放たれた。防衛戦が常に成功していたわけではない。パーダーボルン危機の際、フェーデのために1411年から1415年まで、この町はパーダーボルン司教の敵対者に降伏しなければ、 ならなかった。1474年には、バルデック博夫トを4世がリヒテナウを制圧した。住民の多くが殺され、あるいは連行された。これは長いパーダーボルンバルデック紛争の始まりであった。城があることで、リヒテナウは、領主の防衛拠点の一つとなり、アムツハウスが置かれた。1492年、ジーモン三世はこの城を、ベストファーレンの領主に仕入れした。 七入れは一世紀以上に及び、司教領主、ディートリ・ヘアドルフが買い戻した。この城は、アムトリ・ヒテナウの大官所となった。しかし、貴族の大官は、司教領の後期になるともはやこの城には居住しなく、なった。むしろ、経理部門が、調税業務に用いたり、警察署や、裁判の用途に用いられたりした。1545年5月に、アムツハウスにまで及ぶ大化があった。 三十年戦争では、1633年と1642年に、ヘッセンカッセル砲白の軍勢がこの町を焼き討ちした。略奪と飢餓が繰り返された。1636年にはペストがこの町を荒廃させた。平和な時も、困窮の時であることに違いはなかった。1692年、1721年、1745年に、 それぞれ大化が起こっている。1721年には、ほぼ完全に壊滅した、この町にパーダーボルンの領主が復興資金を送っている。7年戦争は、リヒテナウに甚大な被害を及ぼした。敵も、司教と同盟したフランス軍も、この町を略奪して行軍していった。リヒテナウやその周辺集落は、宿営に関しても大きな負担を強いられた。 1792年12月12日、ヨハンボルフガングゲーテが当時のパーダーボルン司教の宿液に宿泊した。1802年から1803年にこの司教領はプロイセン王国に占領された。当初、新たなパーダーボルン司教の行政機関は保持された。司教領主時代、リヒテナウにはユダヤ人コミュニティが存在した。 1800年には75人のユダヤ人が暮らしており、1805年にシナゴー軍が建設された。1806年にリヒテナウはナポレオンのベスト・ファーレン王国の一部となった。1806年10月31日の夜から11月1日の朝にかけて、ルイ・ボナパルトは約3万人の兵士でリヒテナウを占領し、兵士らは略奪を行った。 1809年に二つの指紋が解体された。最終的にリヒテナウは1815年からプロイセン王国領となり、1871年からはドイツ国の一部となった。1831年、1842年、1885年、1903年に大火災が繰り返された。プロイセンはリヒテナウをビューレン軍に編入させ、この町を 文化的、歴史的、地理的、経済的な連携から切り離した。第二次世界大戦の直前に SS の兵士がリヒテナウを榴弾で攻撃した。それは SS によって移送されていたポーランド人やフランス人の戦時捕虜にリヒテナウの住民がこっそりとパンを手渡し、自転車などの教室を拒んだという理由であった。榴弾の破片で3人が死亡し、多くの家屋が損傷した。 1945年3月31日にアメリカ軍がリヒテナウに侵攻した。1945年から1949年までリヒテナウはイギリス管理地区の一部であった。1946年からはノルトラインベストファーレン州に属している。リヒテナウなどのザウアー川沿いの集落はたびたび洪水の被害を受けた。 特に1965年の被害は甚大であった。このため、リヒテナウの上流側に、ズートハイム洪水防止水調整地が設けられ、中核区の下流側に、エビングハウゼン洪水防止水調整地が設けられた。現在のリヒテナウ市は、1974年11月5日の新設されたザウアーランパーダーボルン地域の市町村び、の新設に関する法律に基づき、 1975年1月1日に、アセルン、アテルン、ブランケンローで、ダルハイム、エビングハウゼン、グルントシュタインハイム、ハーケンベルク、ヘングラルン、ヘルブラム、ホルトハイム、フーゼン、イゲンハウゼン、クラインベルク氏及び、リヒテナウ氏が合併して成立した。かつてパーダーボルン氏協領に属していたことから、リヒテナウの住民は、伝統的にカトリック信者が多数を占める。 ジーモン一世一世下の1273年に創設されたカトリックの教区教会は現在に至るまで本市で最も重要な教会組織である。15世紀にほぼ国中に影響を及ぼした宗教改革は両方レベルとは異なりドルフイコールシュタットの住民の心を捉えることはできなかった。リヒテナウでも司教領主ディートリヒ4世から1世紀は 四角完全にカトリックが信仰されていた。死境領主時代では、せいぜい一時的に住み着いたに過ぎないプロテスタント信者よりも重要なのは、1800年に75人の信者が確認される小規模なユダヤ教組織であった。この小さなユダヤ教組織も国家社会主義ドイツのホロコーストによって駆逐され、殺害された。19世紀のプロイセン政権時代には、 継続的にプロテスタント住民がこの町にやってきた。早くも1840年にはリヒテナウ城で福音主義の礼拝が行われ、1853、54年に旧パーダーボールン領内で初めての福音主義教会がリヒテナウに建設された。この町のカトリック優位の基本的な状況は現在も保持されている。周辺村落との合併によって、 カトリック比率は再び上昇した。2006、2007年のリヒテナウの基礎家庭学校では、生徒の20.9%が福音主義 71.、71.9%がカトリック 1. 9、1.9%がイスラム教を信仰していた。その他の宗教は1.5%で、無宗教は3.9%であった。1975年以降は、 ノルトラインベストファーレン州情報、技術局統計部門が公表した値である。1975年から1985年までは推計値、1987年の値は人口調査結果、1990年以降はその調査結果に基づく推定値である。1、人口調査結果リヒテナウの視聴者本市の市議会は26人の議員で構成される。 これに市長が議長として加わる。2014年5月25日の市長選挙では、スピードの候補ヨーゼフ・ハルトマンが、初回投票で56.7%の票を獲得して、当時現職のディーター・メルシュ・ヨハンに勝利し、市長に選出された。リヒテナウ氏は、1976年7月19日に、デトモルトの行政官区長官の文書により、文章、上り、 旗を使用する権利を授与された。1908年のリヒテナウの紋章古い詩の印象はこの紋章に似ていたが、紋の川口部には、それぞれの頭に星をいただいた聖母子像の半身が描かれていた。その後、マリア像は十字架に置き換えられた。1908年の紋章は赤字に青い巨子状の金の詩壁。その上に青い戦闘屋根をいただく幅広の中央塔と2本の 小さな巨子状屋根の脇と、紙壁の門の開口部はクローバー型で、その中は赤字に浮かぶ金の十字が描かれていた。市町存在編後、元の印象が採用されたが、聖母像はフルールドリスに置き換えられた。前へとの姉妹都市関係は、フランス側からの要望で成立し、フランス側がリヒテナウを訪問したのが、最初のコンタクトであった。現在は、姉妹都市委員会が組織され、 年に2回の訪問が行われ、リヒテナウの実家学校とマイエのギムナジウムとの間で交換留学が行われている。ピゲニエンジノとの姉妹都市協定の目的は、例えば学問及び教育、文化、観光、スポーツ、さらにはエコロジーや社会福祉などの様々な分野での共同作業や交流にある。このため、定期的に学生交流や総合的なイベントを開催している。 芸術家たちも、漁師を相互訪問し、情報交換会を組織している。リヒテナウには固有の劇団はない。しかし、アマチュア演劇団が不定期に上演を行っている。会場は、ほとんどがリヒテナウの出前ハレである。2010、2011年シーズンには、パーダーボルーンの新築された劇場で公演を行った。最寄りの劇場には、 テアター・ビー・レフェルトやデトモルト州立劇場がある。修道院博物館の回廊級、アウグスウチの修道三次会ダルハイム修道院の大規模な修復、改修後、2007年5月22日にヨーロッパで最初の修道院博物館が開館した。この博物館は LWL 修道院文化の博物館という名称である。この他にリヒテナウ郷土、 自然博物館がある。リヒテナウには、地区を含めて5つの音楽隊と、4つの音楽クラブが存在している。この他に、ドラム隊、楽団、音楽アンサンブル、吹奏楽団、狩猟ホルーングループ、エッケゲビルクスカッペレがある。歌唱分野では、2つの教会合唱団、混成合唱団、女性合唱団がある。 スピーカー斎藤と平屋の内人を有するカトリックの教区教会聖キリアン教会はおそらく1323年に創設された。このゴシック様式のホール式教会の内部は十字ボールトが張られ円柱によって支えられている。南の入り口は1670年の新築時に遡る。ここにはパーダーボルン主教領主の紋章が掲げられている。 1624年に制作されたアラバスターの主祭壇や1754年のオルガンの全面館もこの教会のちょうどである。祭壇がは1749年に描かれた。長方形で5階建てのリヒテナウ城の塔屋はおそらく14世紀に建設された。1710年に建て替えられ、1853年に内部が改築された。これと類似した城塔は ベーベルンゲミア、マリエンミュンスター近郊に見られる。城の近くに都市防衛施設の遺構が残されている。旧アウグス地の修道三次会のダルハイム修道院は同盟の地区にある。この修道院は1429年に創設され、1803年にパーダーボルン寮が世俗化された1803年まで存続していた。付属建造物のいくつかは解体されたり、 旧社に改造されたりした。また、ある建物は新築された。1838年に中世後期の修道院、中核部が火災で消失し、後に簡略化された形で建設された。1979年にベストファーレンディッペ風知連合がこの建物を獲得し、修道院博物館に改築した。 アテルンのシュピーカーは1588年に建設された9メートル8メートルの平面を持つ建物である。シュピーカーはナヤではなく大館所あるいは役所として利用された。アテルンの教区教会制アハティウス教会は1712年に完成した。教会内には1761年制の祭壇や同じく18世紀に制作された鋼の聖母がある。 教会には、司教のペテロ像やアウグスチヌス像がある。この二人の石像はもともと、ダルハイム修道院にあったものである。1900年に、教会塔が新設され、教会が拡張された。アルテナウタールには、新石器時代の石室墓が7基残されている。このうち2キがアテルンとヘングラルンにある。墓の一つは、修復され、考古学調査がなされた。13世紀に、 ブランケンドーデ市が建設された。この町はパーダーボルン市教領とバルデック博領との境界に位置し、パーダーボルン市教ジーモン一世とコルバイ修道院長の勢力下範囲をバルデック博から守っていた。地元の言い伝えによれば、クライネンベルクに聖母像が現れたため、巡礼地となり、そこに木造の礼拝堂が建てられた。 1742年はロック様式の礼拝堂に建て替えられた。1400年頃の古い製造は、クライネンベルクの守護者を表しており、主祭壇に祀られた。この礼拝堂には多くの名が刻まれており、中には戦争に関連した文がある。ダルハイム修道院の庭園市内には2つの登録された公園があり、どちらも一般に立ち入ることができる。 クライネンベルク巡礼地は約1ヘクタール、ダルハイム修道院の庭園は約8.5ヘクタールの広さがある。リヒテナウには完全に市内に収まる自然保護区が5つある。ザウアータール、エーゼルスベット、シュバルテェスブルーフ自然保護区、ザウアーバッハタールビュルハイム、アルテナウタール上流部を含むマルシェルスハーゲイン及びノンネンホルツ自然保護区である。 さらに一部が市内に含まれるものとしては、ブライクーレン及びベッシェバッハタール、シュバルツバッハタールがある。自然保護区の総面積は、約3275ヘクタールで、地域の17%以上が保護されている。これは、州内で極めて高い値である。リヒテナウには9つの一般スポーツクラブ、6つのスポーツフィッシングクラブ、3つのテニスクラブ、3つの乗馬クラブ、 二つのドイツ人命救助、教会地域グループ、一つの民族舞踊サークルがある。多くは、リヒテナウスポーツ連盟に加盟している。本市は、リヒテナウ地区に屋外プールを、アテルン地区に天然プールを有している。ダルハイム修道院で毎年夏に行われるイベントシリーズは、全国的に重要である。この他に射撃祭が、すべての地区で開催される。8月には、 リヒテナウスポーツフィッシングクラブのフィッシャーフェストが開催される。ここではこの地域や各地の魚料理が楽しめる。各年10月初めにビルトシュッツコスタマーケットリヒテナウがある。ここでは自然、森林、野生生物、農業、再生可能エネルギー分野の製品や情報あるいは食品が紹介される。この他に VFL のビルトシュッツクロスターマンレースが 毎年開催される。12月には、リヒテナウの商店によるクリスマスマーケットが開かれる。リヒテナウ地区は、連邦道68号線に面している。この連邦道は、北西は、パーダーボルン、南東は、バールブルク郊外のシェルフェーデにつながっている。修道 L817 号線は、南西方面は、アウトバーン A44 号線に、北東方面は、 バートドリーブルクに至る。バーンブスホーホシュティフト GMBH のローカルバスがパーダーボルンとの間を定期的に運行している。パーダーボルンからはバールブルク行きの高速バスがこの街を通っている。週末と祝前日にはパーダーボルンからリヒテナウ行きの夜行バスが運行している。市内の地区間は地域バスが結んでいる。リヒテナウは パーダーボルンヘクスター近郊交通連盟の管轄地区に属している。最寄りの鉄道駅はパーダーボルン中央駅、アルテンベーイ県駅、バールブルク駅である。最寄りの交通空港は約 28km 離れたパーダーボルン、リップシュタット空港である。ハッティンゲンからアルテンベーイ県に至る全長 210km のベストファーレン遊歩道の一部が市内を通っている。 日刊誌としてはノイエベスフェリッシェとベストファーレンブラッドが月曜日から土曜日まで発行されている。両誌とも一般面はビーレフェルトにあるそれぞれの一般面編集局で制作されており、地方面ではリヒテナウとその周辺のニュースを扱っている。さらにハーダーボルン広塚先では年に4回、ハーダーボルン軍及びヘクスター軍向けに郷土誌、文学、 芸術に関する話題を扱う機関誌、ディーバルテを刊行している。この他に、月刊誌として、D.15 と、ルントブリックスタッドリヒテナウの2誌がある。両誌もにリヒテナウ及びその宿の話題を掲載している。リヒテナウは、西部ドイツ放送のビーレフェルトローカルスタジオのサービス提供エリアに属している。さらに本誌は、ラジオ放ホ,ホシティフトの放送エリアに属している。 このラジオ局は報道を担うローカルラジオ局である。2009年1月1日にリヒテナウ都市施設局に上水道、清掃施設を設けた。リヒテナウ消防団は各宿にそれぞれ消火班を配している。青年消防団は市レベルで組織されている。市内にはリヒテナウ22校、アテルニ1校の基礎家庭学校がある。またリヒテナウに 本家庭学校と実家学校がある。ギムナジウムは存在せず、パーダーボルン、ビューレン、バートドリーブのイエン・ヘールゼの学校に行かなければならない。2014年10月15日現在、本市には合計53人の教員、820人の児童、生徒がいる。基礎家庭学校の児童が393人、本家庭学校の生徒が74人、 実家学校の生徒が353人である。幼児教育に関しては、本市は7園の幼稚園を運営している。1977年からリヒテナウには、パーダーボルン市民大学の分校が存在している。リヒテナウには、主に電子データ処理、家具製造、建設、金属加工分野の企業がある。さらに中規模の手工業者や小売業者もある。 リヒテナウテクノロジー・ツェントルムが2005年にオープンした。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。